はいどうもということで今週も始まりましたバナナ TV のお時間でーすよと申し遅れました。私番組 MC を務めさせていただきますのは局長のノーリーと安田美香です。よろしくお願いします。お願いします。はい、この番組はセナノ TV で放送されている番組情報やゲストコーナー、あれ各地で日々行われているイベントの情報などなどじゃんじゃんお届けするセナノ TV 総合案内番組です。とパキーンと暑いですね。こんにちは。暑いですね。本当にね。こんにちは。こんにちは。ご挨拶しましたからね。はい。暑いですね。暑いですね。ねえ。こんな時は海でも本当は行きたいですよね。行きたくない。行きたくないですか。私、あの、日光アレルギーだ。あ、日光ダメなんですね。ドラキューラーみたいですね。でもね、あの、今年あれなんですよ。市民プールとかもやってないから、うんうん、もううちの息子さんは、はあ息子さんは、うん、もっぱら、もっぱら川へ、あ、川洗濯へ洗濯してんの。あんまり子供重労働させたらあかんで。川行って飛び込んで晴れますわ。あ、そうなんですね。近くに川があるんですか。いや、結構遠いです。結構遠いの。結構遠いところまで多分みんなで自転車で行ってます。あ、あー、高槻ですよね。高槻、うん、山奥に行ってあります。でも自転車で行ける範囲にあるってすごいですね。ポンポン山に、ポンポン山に。知ってました？高槻ポンポン山ってあるんですよ。僕聞いて吹き出しました。ペンギン村かって思いましたけどね。住んでる人は普通にポンポン山って思ってるんですよね。ポンポン山周りの人から聞いた思ってるんじゃない。ポンポン山なんだもの。周りからしたらポンポン山ってちょっとしょうがないどうなんや漫画かって思いますけど。ポンポン、でもあれですよね、みんなポンポン山っていう、ね、私たちはちっちゃい時からポンポン山に。だからそれある人から聞いて、え、高槻ってポンポン山ってあるんですよねって聞いたら、すごいなんか当たり前みたいな顔されてしまったっていう。だからね、あのうちのお父ちゃんにね、うん、お父ちゃんドライブ行こうポンポン山に。かわいいですね。言っとりましたね。へー、なんかもうすごいのどかな雰囲気しますよね。でも水とかもすごい綺麗なんですよ。そのね、うん、飛び込んでるとことかね、動画送ってきてくれやるんですけど、ね、うん、やっぱり水綺麗ですわ。あ、ポンポン山は。ポンポン山は。あれポンポン山なんですか。僕も見せてもらいましたけど。ね、ポンポン山って。ポンポン山なんですか。ね、ポンポン山ですわ。あ、そうですか。はい。まあまあ、そんなことは、どうでもいい話ばっかりしてますけどね。はい、まず最初にこちらをご覧いただいてから、はい、今日も頑張りましょう。シャナナンバー、シャナナ TV 内でのプレゼント企画や1日番組パーソナリティになれちゃう抽選券をゲット。シャナナ TV を楽しんでいただくためにこちらご登録いただきたいと思います。はい、シャナナンバー、はい、こちらの方がシャナナ TV 内、あなたもワンデーパーソナリティになって非日常を味わってみませんか。ご登録はこちらから。ご登録者全員にシャナナステッカーをプレゼント。はい、おかえりなさいね、ポンポン山奈美子さん。私ポンポン山に住んでない、ね、住んでない。住んでない。はい、暑いですけどもね、最近は暑いので大変です。暑い、まあ、暑い関係なくね、今もね、うん、ちょっとまたね、うん、何やら嫌な数字が上がってきておりまして、ねえ、もうえぐいですね。何やら嫌な数字が、黄色やら虹色やらね。虹色東京に、あ、虹色東京ね、だからね、上がってきてるのでね、うん、ちょっとまたね、うん、あのやっぱり皆さん、あのネットを使いながら、うん、お仕事にまた戻られつつある方とか、うん、ね、そういう方も何言ってるんですか。いらっしゃると思いますけどね、うん、あのやっぱりもうあのズーム様々ですよ。まあ今はそのリモートワーク、テレワーク、うん、しようと思うと、もうちょっと本当ズーム欠かせなくなってきましたね。ね、まあまあいろんなね、うん、あのやり取りの手段はあるんですけど、やっぱりズーム楽ですよね。そうです ね、あの Google Meet とか、うん、あと Facebook もなんかありますよね。うんうんうん、ね、うん、何種類かちょっとありますけど、なんかいろいろあるし、ないところはなんかね、いろいろ工夫して始めたとかね、だから Facebook も最初なんかグループでとかっていうのできなかったらできるの、あ、今できますね、なんか ね、いろいろあるみたいですけどね、うん、でもやっぱりなんか言うてズーム楽ですよね。うん、やっぱりなんかあのなんていうリンクをなんかクリックしたら、うん、飛べる便利さって、うん、最初に考えたのはやっぱズームやから、うん、で僕らからしたらあの映像が、ね、収録するのがやりやすいとか、うん、いろいろ考えるとなんかかゆいところに
手が届くのはやっぱズームですね、うん、結局ね、うん、結構単純さ作業というか、ね、うん、単純な作業で使いこなせるのが、うん、あね、やっぱりもう逆にあれこれついてるとややこしいですね。あ、確かにね、うん、まあまあそういうのをね、うん、このままなのであのテストとしてね、うん、まあ、これからもどんどんそういうのを使っていかないといけなくなるかなっていうのでね、うん、テスト映像の収録をしたんですけれども、なんとその内容がね、うん、あまりにもちょっとね面白かったんでね、これテストだけとして置いとくのもったいないなと思ったので皆さんにも見ていただこうかなと。あ、そうですよね思いまして、で見ていただくのが面白いだけじゃなくって、実際に今度このコロスケの影響でね、うん、あのちょっととばつりを食らっているというかね、うーん、仕事しにくくなっているあのダンサーの、そうです ね、 ね、方がそのスクールをね、レッスンをされてるんですよね、ダンスのね、うん、でそういうことでもなんかちょっと今までと違った困ったこととかありますかみたいなね、お話をちょっと聞かせていただいたので、うそうですね、いろんな業界にやっぱりねこうやって話聞くと影響はほんまあるんやなっていう、その業界にいないとわからないこととかがたくさんあるんで、うんうんうん、ね、その今回ダンス業界のことをお聞きしましたけど、それはそれでね考えさせるものがありました ね、 ね、うん、なので一度こちらご覧いただいて、はい、あの笑える部分と、はい、あ、なるほどなという部分と、まあまあ内容薄いですけどねすいません、はい、ちょいちょい映像も止まってますので、すいません、です、はい、ではご覧いただきますか、はい、こちらどうぞ。はい、シャナナ TV 局長の小又でございます。本日はですね、大阪西中島南方にありますですね、スタジオセブンカラーズに今いらっしゃる、岩村光太郎先生に、ダンスの現状、ダンス業界のですね、今ということでね、話をこう伺っていきたいと思うんですけど、ちょっと今スタジオの方とつながっていますので、岩村先生呼んでみたいと思います。岩村光太郎先生、あれ、岩村先生、あ、見えてますよ。お母さん、お母さん、これ誰が出るのかな。あの、先生、小ネタいいんで、小ネタもいいんで、あ、ね、あ、ね、作文の話してんじゃん、これ、おかん、おかん、いいんですか、あ、どうも先生、今日はよろしくお願いしますね、よろしくお願いします、よろしくお願いします。あの、はい、あの、早速なんですけども、はい、あの、今日はですね、ダンス業界の今ということですね、はい、コロナの影響いろいろとあると思うんですけれども、今ダンス業界というのはどんな感じなのか、ちょっと、どうよ、教えてください。ざっくり、まあ、ざっくり言うと、はい、やっぱりそのダンサーたちの活動の場がやっぱ少なくなっているっていうのが、まあ、結論でして、まあ、やっぱイベント自粛が多いのと、あとは、まあ、あのアーティストさんなどが、まあのバックダンサーとか、あ、すいません、あの、すいません、あの マイクがおねえ持ちになってるんで、ちょっと、はい、あ、いや、それおねえ、おねえっぽいです、おね、あの、こう、こっちに持ってもらった方が、マイク、あ、それおねえです、はい、あ、こうしてた、はい、はい、あ、大丈夫です、はい、すいません、お話止めてしまって、はい、すいません、はい、どうぞ。なんかね、その、まあ、ダンサーの、すいません、活動の場がね、すいません、あの、あの、すいません、マイクがアイドル持ちになってるんですけど、あの、はい、そう、はい、普通で、すいません、普通でお願いします。ありのままで生きてるだけなんですよ。はい、頑張ってください。ね、はい、まあ、いいよ、おい、ダンサーの活動少なくなってます。で、まあ、理由としては、まあ、いずれにしても自粛で、ダンスイベント自体がまず少なくなっているっていうのと、あとは、まあ、あのアーティストさんとか、うん、歌手の方のバックダンサーとかもね、活動してた人たちも、うん、まあ、その歌を歌う人たちがね、その活動の場がないから、ちょっとダンサーたちも活動できて、はい、っていうのは大きいかなって思います。で、まあ、なんやろね、僕らダンサーは、まあ、どっちかというと、まあ、だからね、ちょっとダンスレッスンが戻りつつあるので、まあ、そっちの活動がちょっとメインなのかなと思います。もうちょっとやっぱり、うーん、暇だなっていう、はい、まあ、この期間ずっとそんな感じですね。はい、なるほどですね。あのダンス、あのこういった形でその遠隔的に、そのまあ、なんていうんですかね、ズームみたいなものを使ってあのダンスの講義をやったりとかっていうのもあったりもするんですか。
やってる、例えばダンススタジオ、すいません、先生が出された時に、まあ、あの、あ、はい、あ、止まってました、ちょっと止まりましたね、はい、もう一回、はい、あ、ごめんなさい、え、もう一回、お母さん、ワイフの音が、お母さん、いない、お母さんいないよ、そこ、いないよ、あ、先生、あ、おかえりなさい、はい、おかん、おかん、はい、緊急事態宣言出されて、あの、ダンススタジオとして、そのやっぱりそのリモートレッスンっていうのをし始めた、そのところは、まあ、ありました。で、そこに対して、まあ、積極的に頑張ってるダンサーたちもいたとは思うんですけれども、うん、あの、なかなかね、生徒側の、まあ、これぶっちゃけた話、生徒側のメリットはたくさんあったと思います。はい、でもそのダンスインストラクター側としてはちょっと生きづらい世の中、あの形かな、やりづらい形やったなっていうのが、あの、大きいと思います。あの、生徒はね、いろんな先生のね、普段、受けれない先生のレッスンとか受けれたりしはったんですけれども、まあ、正直言うと、なんていうのかな、まあ、新しいことを急にその、なんていうのかな、できない、対応がちょっと追いつかないっていうので、ちょっと学生、なんで、ちょっと緩くなってきた今、リモートレッスンよりも、やっぱりその現場型のレッスンにまた戻りつつあるという感じです。先生、あの、小指、小指がちょっと立ってるんで。小指、あ、ごめんなさい、ごめんなさいね。小指、小指。はい、大丈夫です。はい。じゃあ、すいません。先生。はい。先生。あ、あれ、それ、熱測るもんじゃないんで、ここ、熱、止まってます？はい、あ、それ、はい、頭音しないんで、はい、もうちょっと、口のあたりで、はい、はい、あ、そうなんですね、はい、お願いしたいと思いますけれども、はい。やっぱり、じゃあ、あの、先ほどのお話を総合しますと、その、ま、教室単位によってはそういったリモートのレッスンをやってるところもあるけれども、あの、結構、やっぱり、その場にいないとその伝えづらいこととかもあるっていうことでよろしいですかね。もちろんですね。本当にそのなんだろう、こうやっぱり個々の生徒に重点的にね、あった指導をしていくって、うん、ここは分からないなっていうような、ちょっと細かい部分の指導っていうのを、リモートだとちょっと難しいかなと思って。なるほどね。やっぱりね、わからないところが聞けたりとかね、その間近で先生の動きを見れたりとかっていうのはすごいやっぱ大事なんですよね。ね、はい。なるほどです。じゃあ、まあ、講演も今はちょっと今、控えないといけない、ね、状況であり、まあ、ダンスも、まあ、なるだけ3密にならないような、なんか、ダンス教室でこう、リアルでレッスンをやるときの対策なんて、やっぱり、教室によってすごくきっちりされてるんですか？そうですね。まあ、まあ、他の方が、他の企業さんとかね、他のその、団体やってはるのと同じように、アルコール消毒の徹底と、うん、あと、検温をする。うん、で、スタジオは、極力、スタジオのその状態にもよるんですけれども、換気、通気性よく保つ。まあ、そういった場合は、うん、開けっぱなしになっちゃうので、まあ、音の制限を、かけるなどして、対応、あとは、まあ、マスク着用ですね。まあ、そういったところで、まあ、スタジオによっては人数制限もできます。ソーシャルディスタンスが止まったり、はい。ああ、なるほどですね。なんか、これからこんな風にそのダンス業界にいらっしゃる先生としては、なんか、対策していってもらえたらいいなとか、まあ、ダンスの、なんていうんですか、そういう活躍の場みたいなところで、まあ、これからどんな風になっていけばいいなみたいな、なんか先生なりのお考えで、なんかご希望っていうか、ビジョンみたいなものもあったりされます？なんか。そうですね。ちょっと他の先生が、まあ、僕自身実はそんなにちょっと外出る機会も少なくなっていて、他の先生とお会いするとかダンサーの方とお会いする機会少なくなってるんで、あまりそこ
話ができていないところなんですけど、僕個人の考えとしては、まあこうやってリモートっていう形が出来上がって、でそのもっとリモートの形をこうなんていうのかな、その快適によりそのたくさんの方が利用できる状態みたいなシステムというのがどの、コロナ、リモートすることによって、今までダンスを受けれなかった方たちに、そのダンスコンテンツを届ける可能性というのもちょっと広がるのかなって僕は。逆にこの失われたことよりも、こういう形になったことによって、得られるものっていうのがあるんじゃないかなと思ってるんですよね。本当にこの街に来ないとダンスが受けれなかった人であったりとか、ちょっと近くから出れない人とか、あとはまあ、ね、そのいろんなそのちょっとその体にちょっとハンディギャップある人に、何かこういうダンスの良いところをこうお届けすることもできるかもしれないっていう、ちょっとバリアフリー化につながるんじゃないかなというその可能性も秘めてると思うので、こういうリモートから、そういったものをこのコロナによってその向き合うきっかけになったで僕が考えているので、まあ、対策を、考えると同時に並行してこれによって可能になっ、これによって、できる新たなその方向性可能性というものを広げていけるというのがいいな。なるほどですね、わかりました。確かに、まあ、チャンスといえばチャンスというか、何かね大きな変化が起こるタイミングではあると思うので、この変化をねうまくダンス産業も取り入れていくっていうことでね、希望にもつながっていくんじゃないでしょうか。さあ、本日はですね、大阪西中島南方にあります、スタジオセブンカラーズにいらっしゃる岩村先生に、ダンス産業の今とこれからについてお話をお聞きしました。先生、今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。先生、それ頭おかん終わったで、おかん何もたしかるはい、もうはーい、ということでご覧いただきました。内容薄かったですね。お母さんね。ね。お母さん。お母さん。お母さんちょいちょい。うん。あれね、言うときますけどね、何の打ち合わせもせんとあれですからね。何にも。なんか聞いてって、とりあえずなんか撮るから、うん、なんか喋ってっていう、そのダンスのこと聞けとも何とも言われてなくて、うん、あれやりましたから、うん、まあまあ頑張った方でしょ。どうですか。あとから聞いたらね、うん、ほんまもうちょっとやらかしたいかったらしいです。あー、なるほどね。まだ悔いが、彼は悔いが残っているみたいな。でもね、本当にね、うん、いろいろね、うん、本当はそもそもダンス教室をメインでねレッスンをされてたんですけど、うん、やっぱり自粛期間の間は、うん、全く一旦お仕事ストップになってたしね、うん、大変だった。で、動き出したでね、うん、まだそれでも完全に前の通りになったわけではないからっていうね、うんうん、でもやっぱりそのダンスもちょっとリモートやったらそのやりにくいとかっていう話もやっぱり、うん、あ、確かになって思いました。僕もちょっとダンス習ったことあるんですけど、やっぱり目の前で見てるからその動きの細かいとことか分かるけど、うん、例えばなんかテレビでプロモーションビデオ見て、うん、同じダンスをしようと思ってもなかなかどうやってるのか分かんなかったりするの多いんですよね、うん、でそう思うとやっぱり立体でねその場でやってくれてるっていうのって大きいんですね、うん、ね、うん、やっぱりね生徒さんも違うと思いますね。先生が、うん、画面越しなのか目の前でいて教えてくれるのか、ね、うん、そうですね、うん、そのこっちが先生から見えてるかどうかっていうのは結構大きいですよ ね、うんね、うん、自分の動きをこう、あ、そうじゃないよそうじゃないよって言ってもらおうと思ったら、うん、やっぱりね自分も一緒に動いて、うん、で自分の動きも見てもらって会話しないと ね、うん、ね、うん、だからまだヨガとかみたいにねゆっくり動く動き、うんうん、とかだとまだね、うん、あ、こういうことかなみたいなのはなんかわかる気がするんですけどね、うん、やっぱりずっと常にリズムに乗って動いてるものってね、そうですね、うん、やっぱりフィードバックがね、うん、あったりリアルタイム性が重要だったりね、うん、
ね。なかなかもう全部を移行するっていうのは難しいですね。なのでね、まあ、試行錯誤しながらもね、はい、その彼なりに考えて動いてはいるみたいなんですけどね、うん、ちょっとでも早くね、うん、ちょっとまあ完全に戻れるかどうかは別として、うん、でもやっぱりね極力前の状態にね、うん、戻ってほしいなとは思いますね。そんなズームテストでございましたけれども。でございました。はい。うすうす。うすうす。一回ここで CM 行きますか。はい。はい、ご覧ください。シャナナ TV スタッフ大募集。あなたもシャナナ TV の楽しいメンバーと一緒に番組作りに参加しませんか。楽しくてしかもためになるシャナナ TV の収録現場を一緒に盛り上げてくれる元気いっぱいのあなた、今すぐご応募ください。5秒前。4。3。2。ご応募はシャナナ TV ホームページ、メール、シャナナ TV フェイスブックページから。はい、おかえりなさいということでございましたですけどね、ズームのやりましたけど、まあまあね、あれはあれでちゃんとテストしたからじゃね、なんかの形で活用したいなとは思っております。ちょっとあまりにも面白いんで公開しようぜっていうことはアミコさんが言ってくださったんで、ありがとうございます。日の目を見ることができました。はい、続きまして、まあね、もう相変わらずね、はい、あのマスクは手放せない、手放せません ね、 世の中になってございますが、うん、なんか世間では、先週話した通り、うん、まだまだアベノマスクは増産増産、はい、まだ猛威を振るっているといういいらんちゅう、いいらんちゅうということでね、はい、でもあのご本人はとうとうあのマスクを外したっていう。ああ、そうなんです。違うマスクもね。もうだって1000円切ってますよね、今50枚入りでね。うん、あれ3000円ぐらいしたでしょ。ネット上はね。うん、お店とかまだ1000円切られてますけどね。あ、ほんまですか。そこのあれモアズワンはもうあれですよ。そこに、ね。あ、違う地上の方のね。地上の方の。はい。ね、そんなまあまあ、うん、そうなんですけれども、うん、そのアベノマスクですよ。うんうん、あれをね、うん、女子高生がね、うん、今デコるという、うん。あ、女子中学生ですよ。女子中高生、あ、中高生ですか、うん、あがデコるのが流行ってると、うん、はい、あ言っておりまして、デコって、はい、あのお友達とデコってちょっとお揃いにしたりとか、はい、で、はい、それを写真に撮って、はい、で SNS に投稿するまでがもう一つの、はい、儀式というか、まあ、あれイベントですよね。そう、僕もちょっとね写真見ましたけど、うん、まあ盛大にまあ盛大にデコってますね。そうだから、あのすごいシールをもうわーって貼るタイプと、あのもう直接そこに絵を描くタイプ、描くタイプ、絵とかもすごいね、めっちゃ凝ってますよね。ちょっとね、あの検索でここ、まあちょっとあのね個人のあれなんで、うん、あんまり紹介するのも何かと思ったんで、アベノマスクデコで入れてもらったらめっちゃ出てきますんで、出てきます、ええ、でそれが、それが流行ってるのに、なぜかその女子中高生が、うん、うじょうじょいるところとか行っても、うん、そのマスクをしてる人が見当たらないんですって。いないんです。ね、そうで、なんでかっていうと、うん、やっぱりさすがに透けて出るのはちょっと、うん、らしい。あの予防効果あんまりないちょっとちっちゃすぎるあんま役に立たないっていう感じですよね。で、あの、分かってあるんですね。学校用にしてたりとかする子もいてるんですって、うんうん、学校ではつけてます。あ、でも外ではあの自分の別のをつけてます。なるほどね。そう、それで、うん、そういう子たちに、うん、なんでこれを始めようと思ったんですかって、しようと思ったんですかって言ったら、うんうんうん、あまりにもこの安倍のマスクのことで、うん、安倍さんが攻撃を受けてたじゃないですか、うん、あれがかわいそうかわいそうって中高生が安倍さんかわいそうってかわいそうだと思ったとか、あとは、もうこれ使い道がない使い道がないから、なんとかしてこれを生かすことはできないだろう。なるほど、無駄をなくすっていうっていうね、そういう声とかも上がってきてたらしくて。あ、なるほど、失笑よりも恥ずかしいですよね。だからね、あ、それって究極のディスりじゃないディスり、そう、本当そう思いますあの同情されるって一番嫌ですからね、大人になるとね同情されてる、ね、うん、そうだからね、あのちょっとある
番組でね、はい、そのまさにそこデコるところを、うん、あの密着してたやつがあったんですけど、はいはい、それでね、あのまずそのシールを買いに行くんですよ、うん、ちっちゃいシールをねいっぱい貼って作るので、うん、でそこに、うん、あの令和って額に入ってる令和って書いて発表した時のあるじゃないですか、はい、あれがシールになってるやつがあって、それを女の子が、これエモくないっつってこれ超エモいんだけどっつって何が金銭に引っかかるかわかんないですねもうね買って、はい、エモいんですねそれ、そう、それをマスクのど真ん中にして、その額縁で白い部分あるでしょ、文字が書いてる、書いてないところに、はいはいはい、白い部分に、はい、菅さんラブって書いてラブガースですね書いててね、もうなんかね、ええ、微笑ましい、あそうとかね、なんか優しいですよね、そうそう、あとはね、安倍さんありがとうとかね、書いてたの、ちょっとディス、ちょっと微妙ですよね、ディスってるのかちょっとなんかすごいシニカルっていうか、うん、ちょっと皮肉なのか、うん、なんか分かんないところが、ねね、若い子ならではですよ ね、 とか、あとはそのマスクにその虹のマークのシールを使ってる子が多くて、なんでやろうと思ったら、あの東京のね、はい、あのそういう対策してるお店に貼る用のステッカーが虹なんですよね、はいはいはい、うん、そうですね、こういう輪っかになった形のね、うん、ね、うん、なのであれも結構大人は、それどうなんそれとか言ってる人結構多いんですけど、はいはい、もうねやっぱり子供ってすごい、うんうんうん、もう全部まずなんか受け入れる受け入れて吸収力がすごいですよね、そう自分たちで楽しいものに変えていく、あもうこれ見習わないとダメ、いやでもね大人になったらそこ失いますから ねもうまずなんか直接攻撃することばっかりでね、うん、そんな楽しみ方私らできないでしょ、すごいですわ、やっぱ素晴らしい文化は彼らが作りますね、ほんまです、もうねあの子らがねこれからね、うん、この日本引っ張っていってくれると思ったらちょっと安心する、そうですね、うん、まあお産になったら僕らと一緒になるんですけどね結局ね若い時期、いやでも本当素晴らしいと思いました、もう本当ね、うん、大人はね、見習うところいっぱいだと思うのでね、そういうところもね明るいところも見ながらね、いいこの波を乗り越えていこうじゃありませんか、乗り越えていこうじゃありませんか、いいっすよね、ねやっぱり柔軟な心を持ってね、あの今週も、はい、柔軟な心で参りたいと思います何言うとんねんバナナ TV